さんこんにちは、星の子です。出品で申し訳ないです。私がお風呂上がり毎晩やっている足汗のマッサージ方法を紹介したいと思います。完全に自己流なんですけど、もう長年やり続けてるマッサージで、これをね1週間やるやらないで全く足の太さが変わるので、このやり方を皆さんに共有したいと思います。顔にポツポツと赤みがあるんですけど、これは前回肌の悩みの動画で言っていた角化症だったり皮粒子がとてもね顔に多くて、それを3日前ぐらいに治療してきて、それのね跡がまだ残っちゃってます。じゃあ早速やっていきましょう。このハトムギ化粧水を足全体に塗りました。まあ体全体に塗ってるんですけど、体も顔と一緒で水分、化粧水を与えてから上からクリームとかでパックしてあげるっていう、体もねやってあげてます。だいたい足が太くなる原因ってむくみって言われています。なのでその日のむくみはその日のうちにって感じで、ちゃんと1日の終わりにその日のむくみを取ってあげて、次の日はむくみのない状態で生活できるようにっていうのを繰り返すと足痩せ効果になります。冬場はオイルとボディクリームを混ぜてマッサージするんですけど、こういう時期になるとオイルが少し苦手で、まあ、クリームかまたはボディバターを使ってます。レシピストを使ってます。これはね前に化粧水を紹介したことあるんですけど、すごい気に入ってるので自分でいろいろと日焼け止めとかクリームとかをリピ買いしてます。今使ってるボディバターがじゃん、こちらボタニストのボディバターを使ってます。今日はこのボディバターを使ってきます。トゥルトゥルっていうか、これは結構潤いのあるしっとりとしたバターです。まずクリームを塗る前に仰向けになって足を上に上げてバタバタバタっとやります。血流をこっちに流します。壁に足をねこうやって上げて、しばらくねこうやって上げとくと、ある程度足の疲れとかむくみの感じ、パンパンに腫れてるなっていうのがある程度これで和らぎます。ボディバターを塗ってきます。まずは足の甲と裏をマッサージしていきます。ペペペって塗って、この関節、指と指の間、骨の間、そして次に足の裏の全体を拳でグリグリグリとやっていきます。まあ軽くほぐす程度にしてます。あんまり痛いとね嫌なので、グリグリグリっと上から下上から下ってやったら、今度は親指でつま先に向かってこんな感じでマッサージします。そしたら今度はふくらはぎをマッサージする前にツボを押していきます。くるぶしから2本指上ぐらいのあたりをグリグリグリーっとやります。ここ痛いんですよ。痛いってことはむくんでるってことだと思う。そしてあとはこのね膝の横にゴリッとした骨があると思うんですけど、ここから2本指下の部分、この部分をクリクリとやります。そしたら今度は膝の真裏のど真ん中、親指2つをギュッと入れます。この辺痛いなっていうところを少しゴリゴリゴリっと、ツボかなって思うところを適当にグリグリとやる感じです。もう膝を曲げて一番ねこう親指が入り込む部分があるので、そこに狙ってやるとすごいね、ジーンときます。そしたら今度はバターを塗って、くるぶしから膝裏、くるぶしから膝裏っていうのを繰り返します。最初はこの辺でコロコロコロっと上へ上へ、くるぶしから膝裏、くるぶしから膝裏みたいな感じでやっていきます。そしたら今度はこの横の筋を親指でなぞります。で、裏も親指でなぞります。さっきね、膝の裏をぐりぐり押したと思うんですけど、そこのツボまで親指を持っていきます。
脂肪をなんか潰すイメージでこう揉み込んでいきます。ブチブチブチって潰すっていうかこんな感じです。で最後にもう一度膝に持ってきてふくらはぎは完了。今ねこっち側をやったんですけどどうですかね。おそらくこっちの方がシュッとして見えると思います。このポコッとしたむくみがこっちの方がないと思います。そしたら今度は太ももをやっていきます。まずはツボを押していきます。膝の内側の部分にあるちょっとゴリッと出っ張った骨から2本指上のあたりを親指でグリグリっと押します。で今度は付け根の部分親指をグッと入れ込んでグリグリと押していきます。そしたらまず太ももの内側からやっていきます。この横のね筋を親指でなぞっていきます。ちゃんと付け根まで本当はグッてやります。そしたら今度は手をこう置いて親指でこうお肉を挟み込んでいく感じで、なんていうの、なんて説明すればいいんだ、親指をねこんな感じマッサージします。これが一番効く。外側も同じようにこの筋のところを親指でなぞった後に親指でこんな感じで潰す、脂肪を潰す感じでマッサージします。全体的なマッサージはこんな感じで、最後はタタタタタタタッとほぐしていきます。と上からこうやって見ると分かりやすいかなって思うんですけど、こっちがやった方でこっちがやってない方、やっぱここのふくらみが全然違う。 あとは足首、そして太もも、まあ、こっちの方がなんかこの辺もね、この辺もやっぱりやった方がすっきり細くなってると思います。このね足の裏も全然違うの。こっちはほらこんだけへこみがあってでこんだけ薄いんだけど、やってない方はやっぱりここがまだ厚みがあります。ほらむくんでる、まだこっちは。はい、こんだけね変わります。はい、こんな感じでこっちしかまだやってないんですけど、動画撮影後やりたいと思います。他に足痩せでやってることといえば、私は結構大脚なので膝をこうくっつけるっていうのを1日に30秒必ずやってます。ギューッと内側に寄せて、大きく治れ大きく治れってやってます。だいぶ治りました。昔はこんなこんなでした。はい、ということでね、ちょっと参考になるかわからないんですけど、夏に向けて足を細くしたいとか、足のマッサージ方法のリクエストも結構多かったので動画にしました。すっぴんに関しては触れないでください。それではこの動画が少しでも参考になったよって思ってくれた方は、グッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。